看護医学行ってみたいと思います。さあ本日の長文ですが、こちら空所6つの中に4つの文を挿入していく設問形式。確かにさ、言い方を変えると挿入する必要性がない空所が2つ出ますからね。ですからそのあたりを意識しながら頑張っていきましょう。サビさん、設問の指示の一読をお願いいたします。サビさん、こちら第一段落でございます。この注釈を意識しながら一読をお願いいたします。さあ続いて第2段落でございます。この空所 A にですね、選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。ただし何も入らない可能性もありますからね。それも踏まえて検討をお願いいたします。さあ、これは空所の右側の there、 これが何を指しているのか、それを検討する価値がありそうですね。もちろん複数形ですから、この辺りを指していると考えられますね。ですから空所の左側と右側で言い換えが起こっておりますので、ここに何かを入れてその関係性を邪魔する必要性はないですね。ということで次の段落に行きますね。さあ続いての段落でございます。まずはこの空所 B ですね。それにこの選択肢4つの中から1つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。これは突然非という表現が来てますね。皆さん、それを示す表現が前の段落になさそうですね。ということは皆さん、空所 B に何かが入るはずですね。もちろん選択肢4番のこれですよね。彼らの中の一人と考えていただきますと、非につなげることができますね。ですから B の正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 C ですね。残りの選択肢3つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはヒントはバットですよね。つまり前後反対。で、皆さん、バットの右側見ていただけますと、色の変化が反対になっておりますと。対比ですね。で、バットの左側見ていただけますと、皆さん、カメレオンのようだと書いてますね。つまり、周りの環境に溶け込んで目立たなくするんですね。で、皆さん、バットの左側が目立たないという話であれば、バットの右側、つまり空欄 C には目立つという話が入ってきそうですね。そうすると皆さん、選択肢の1、2、3の中であれが入りますね。皆さん、もちろん選択肢1番 stands out ということで目立つという話がしっかり書かれております。ですから空欄 C には1番を入れてよろしかったですね。さあ、続いての段落でございます。まずはこの空欄 D。それに残った選択肢2つを入れるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。まず空所左側にバットがおりますね。つまり前後は対比。で、どことどこが反対の関係になっているのかということなんですが、皆さん、こことここですよね。ですから、過去の研究と新しい研究がバットでつながってますね。ですから、空欄 D に何かを挿入して、この関係性を壊す必要性はないですね。じゃあ、続いて空欄 E ですね。検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、これ選択肢の2番のこのあたりがヒントになりそうですね。皆さん、これ、It がついているということは、まあもちろん他個の職種のことでしょうが、皆さん、職種つながりでこれですよね。ですから皆さん、言い換え可能ということで、E には2番を入れればよろしいですね。で、皆さん、最終段落、皆さん、もう空欄 F しか残っていないので、残った選択肢3番。まあ、それが空欄 F に入るはずなんですが、で、皆さん、本当にこれが入るのかどうか確認していただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントは選択肢3番の文と that signal。皆さん、ここに注目すると、皆さん、このあたりからシグナルの話が書かれていますよね。ですから、言い換え可能ということで、3番が正解ということでよろしいかと思います。お疲れ様でございました。また看護医療学部、他の学部なんかでもそうですが、これでしたね。言い換え可能。つまりは、ニアリーイコールの関係性。もしくはそういう状況を作り出していくのが我々の仕事でした。で、アプローチの仕方は2つでございます。1つは文法的な側面。例えば皆さん思い出していただけるとよろしいかと思いますが、researchers、この複数形と there。これが言い換え可能になりましたね。そしてもう1つは one of them、そして he。やはり言い換えは可能ですよね。そしてまず二つ目、意味内容上。例えば、バットの左側がカメレオン。つまり、環境に溶け込んで目立たない。という話であれば、皆さん、バットの右側はこれですよね。やはり言い換えは可能。そして皆さん、この目立つという表現が選択肢の中に stands out。
ここと繋がっていって正解が出ましたね。ですから我々の仕事は言い換え可能なものを探す。これを意識していただけますと合格は間違いなしです。